松永カントリークラブは、広島県福山市にあるゴルフ場である。広島県福山市の大屋さんの山頂に、1957年頃、マイクロウェーブ中継所が建設されていた、山頂から見ると、大谷地周辺はまるでゴルフ場だと誰言うとなく、言い出した。その噂が広まり、福山市当局にも届き、1960年10月、 新たなゴルフ場の建設に向け経営母体、ビンゴ観光開発株式会社が設立された。大谷池はビンゴの三段池の一つで、江戸時代から知られた桜の名所である。コースの建設用地に広がる池は、周囲 2km もある大池である。ゴルフ場の名称を松永カントリークラブに決め、コース設計は佐藤義一に依頼した。 佐藤は地元松永市柳津町の出身で、渡米して10年間にアマチュアゴルフ界で活躍し、100個以上の優勝杯を持ち帰った。帰国後、日本アマチュアゴルフ選手権、競技3連勝を含む4勝、広野ゴルフクラブ会場、設計、CH アリソンのクラブチャンピオン12回の実績がある。1961年2月、コースの造成工事が着工され、 佐藤はコース設計についてゴルフはワングリーンで18ホールを主張した。1961年10月22日、造成工事が完成18ホール6823ヤードパー72規模のゴルフ場が開場された。佐藤の設計コースは20数コースあるが全てがワングリーンのコースである。コースの特徴はコース用。 一20万坪の面積で、わずか20万立方メートルの土量の移動で、自然の地形を活かした手作りのコース作りだった。池は10箇所が、インコース中心に配置され、バンカーは、アウトコースが56個、インコースが47個、合計103個が配置されている。特にバンカーは、松永カントリークラブには1ホールごとに、一人のアディソンがいると恐れられた。 郵便番号729-0112広島県福山市下村町1388番地。ありがとうございます。